前回までのあらすじ、大魔王ネカーハムトクを追い詰めた勇者一行であったが、ボスの卑怯な攻撃により再びダンジョンの奥地へ放り込まれてしまう。パーティーメンバーのヒットポイントも尽きかけたその時、勇者葵のポケットに1枚のビスケットが。このビスケットがあれば僕たちは頑張っていける。そう言った矢先、大魔王ネカーハムトクが汚い唾液攻撃をし、ビスケットがジメジメになってしまう。もうダメだ、こんな汚いもの食べられない。ジメジメして気持ち悪い。なんか臭くない？ニンニクの匂いがする。そもそも唾液攻撃って、くっさ、ほんまくっさ。死んで詫びろ。唾液かけてる。そのままじっとしてろ。嫌なのでとっとと始めます。今回はここからスタートですよ。前半を見る人は大人気動画シリーズの前半を見てください。大魔王がくっさい攻撃してますから。大魔王、前回どこにも出てへんやろ。ここを右折してください。まっすぐ行くのが正規ルートなんですが、遠いんですよ。赤が今進んでいるルート、青がまっすぐ行った場合のルートですよ。糸ミミズみたいな線やんけ。この車、潮吹岬プロジェクトを遂行してるな。なんが？時間はちなみに1時50分だったんですよ。深夜のこの時間っていうのは、ここ怖いんですよ、女の人にとって。途中お水草だってあるし、潮吹岬だって怖いんです。しかも獣もいっぱいいるじゃないですか。ここに来たる前にジュースを1本でも買ってあげて飲ませておくと、当然用意が来るんですけど、おしっこできるわけないじゃないですか。潮吹展望にはおトイレありますけど、怖いでしょ。当たり前だけど、尿意、そして暗闇の恐怖でしょ。ここでホテルという単語が出てくるんです。女の子にとって行きたくなくても、こんな恐ろしいところよりは行きたく感じてしまうんですよ。男の方から見れば閉めたってところでしょうね。大きな欠点はここからホテルまでに家がある場合は帰ってしまうのが欠点です。何かいい方法ありますか？ちょっと待て、これ誰の発言なんや？僕何か言った？乗っ取られた？やけにリアルな戦略構想だったんやが、2013年にはなかったよな、こんな縁道。頑張れ徳島県。前からこれ気になってたけど、何が光ってるんやろか？僕もこれなんだろって思ってるんだけどね。今度覚えてたら見てみたいね。この鹿カウンターええな、便利や。次もやってほしいわ。多数出現するときはやるらしいですよ。結構面倒くさいって言ってますよ、ウプヌス様。
坊や、今回は登っていくで。登ると言ってもそんなに長くないんだけどね。ただ場所が場所なだけにずっててもおかしくないから、テプヌス様もそれなりに覚悟が決めていってるみたいですよ。トイレや。ライブ前に撮影したトイレの写真、太陽光を思いっきり充電できる屋根や。休憩所やな。 BB で来てるあたり、ライブ昔の写真っぽいな。広場から坂道を撮影したとこや。景色撮ったんやろか。肝心の塩福井湾の写真がないんやが。だいぶ慣れてきたわ。またお前か、天国で元気してるや。シャコタンは降りたとこでフロントぽっきり行くで。ウサギのカウンター面倒やから諦めて。テプヌス様って実際自分が走った動画なのにウサギ出てくるの、完全に今まで忘れてたんだね。これは猫ですね。飼い猫かな。落ち着いて歩いてるし。これで雪町ゴールです。まっすぐ行くと雪駅ですよ。ちなみに右へ曲がると福井町へ行くで。続きはまだ動画あるんやが、これは別件動画や。さすがにちょっと長いし。キヨキいいねとキヨキ登録お願いします。いいねをするとテプヌス様の身長が 1cm 伸びます。登録をいただけるとテプヌス様の身長が 1cm 伸びます。100万人登録するとこれは見物やね。ほな、さようなら。